どうも皆さんこんにちは。中国北京に留学しているミヨンです。この度は上の階からの浸水でお引越しすることになりました。なのでこの機を借りて北京でのお部屋探しを紹介したいと思います。以前質問してくださった方もいますが、まず今住んでいるところは北京の四環岸内部、間取り 3LDK、 全体で130平方メートル、お風呂と合併したトイレ2つで月8800元、友達カップルとシェアハウスして、でお互い半分の値段で住んでおります。団地やマンション自体は近年新しくできたもので、歩いて10分のところに大きいショッピングセンターもあって、環境も良くて安全で、正直手放したくないんですけど、自分の大学や彼の職場からありえん遠いので、新生活に向けて部屋探しの開始です。さて今パッと北京の地図が出てきたと思いますが、その通りです。北京は意外と簡単な四角形で囲まれています。中心に昔大手が住んでいた紫禁城、それを囲む2巻、さらに2巻を囲む3巻4巻5巻、私たちはなおここ察してる人もいると思いますが、中心に行けば行くほど家賃が高いです。そして北京大学や清華大学、自分の大学を含めたほとんどの大学は北京の左上のエリア3巻付近、ここが北京オリンピックで使われた鳥の巣北京国家体育場。右にスライドすると様々な国の在住大使館エリア、お分かりいただけただろうか。北京を半分に折ると、上半分は環境はいいけどその分高い。2人と2匹なので、私たちの希望は部屋はできれば新しくて広くて 1LDK なので、一緒に見ていきましょう。設計1、ロフト。何を隠そう、私たち2人には夢がある。それはロフトに住むことけど、現実は過酷で、北京にあるロフトはほとんど市街、大学に行くまで1時間半弱の電車に乗らないといけなくなるし、正直これだって思うロフトはこれぐらいで、これも結局遠すぎて見に行けなかったという。ゼッケン2、市内の 2LDK。1998年地区の古い団地の最上階、部屋が2つあって南向きと北向きで、夏は通気が良さそうでめっちゃ涼しそうだったんですけど、全部良くて全部いいんだけど、団地がですね、少し好きになれなかったというか、なんか他にもいろいろ似たようなのを見たけど、最後に決めたのがこちら。場所は念願の三館内、53平方メートルの 1LDK、 バスタブも置けるぐらいお風呂場が広く、仕切られたキッチン、無料のテレビ付きで、何よりもこの寝室の明るさ、結構な勢いで好きです。しかもお家の周りのデリバリーも多く、全体的に便利で、ここに決めました。もうここです。そうと決めればお引越しです。部屋を見に行ったその日に決めて、3日後にスピード引越し。最後に自分たちの部屋を見渡してみると、本当にここから引っ越すんだという実感が湧いてきて、なんだか寂しい気分になりました。いつか年を取って、彼とこの部屋に住んでいた時の写真や動画を見て振り返り、ここでもいろいろあったな、シェアハウスしてて不便なこともあったけど、全部思い出となって楽しかったねって言いたいな。